ぱり放射能ってよく分かんなくて、でも全村避難しなきゃいけないということで、ここも全部避難しました。2年3ヶ月ですね、再オープンまでかかったのは。で全部こうあの放射能検出されずがずっともう9年以上も続いてます、はい、なかなかね、あの安全だって分かってても安心して食べてもらえないんで、風評被害ですか、それが手強かったんで2年3ヶ月かかりました。それでもこうやっぱりね、あのちいちゃんたちがこう孫連れてくると、俺はその食ってもいいんだけど孫に食わせて大丈夫かって聞かれちゃって、絶対大丈夫ですよって言うんですけど、やっぱり安心して食べるのと不安があって食べるのでは美味しさが全然違うんですよね。そんなんでちょっと苦労しましたけど、今はもうみんなこう焼きたてを頬張りながらうまいねって言ってくれるんで、ぜひその皆さんにその炭火で焼いた魚を食べてほしいんです。焼きたては絶品です。震災後にできた建物なんですけれども、原発の事故があって、本当にその当時川内村で農業がそのままできるかどうかっていうのが全然分からなくて、風評被害等もあったもので、川内村の農業の復興と雇用の促進のために川内村の方が企画、植物工場であればそういった放射性物質の影響だったりとか風評を軽減できるんじゃないか、防げるんじゃないかっていうことで、で建てたのがこちらの工場です。今はもう皆さんこれ笑い話になってて、今年もガンガン外で野菜作って、でまあ川内村でもモニタリング調査、そういうできた作物の調査やってますけど、あの畑で作ったものとかに関しては特に問題なく食べれますし、食べてますね。あのうちの工場も栽培してる関係で水たくさん使うんですけれども、綺麗な水が潤沢にあって、まあ、自然が豊かで非常にいいところだと思います、ね。